速で到着しました。こちらになります。なんか小さい小屋がある、なんか簡易的な小屋の中から水が垂れ流れてるだけ。そう思ってる皆さん、驚かないで。なんかめっちゃなんか綺麗な感じだし、なんとこちらに垂れ流れてる水、温泉です。まさかの無料でございます。信じられません。これが無料、なんか無料って感じがするよね。見てください、このこの石室物を、すごい美しいですね。なんかスポンジのかけらがめっちゃ浮いてます。すごい、なんじゃこれ、めちゃくちゃ適温です。すごいなこれ、見てください、ドバッドバの源泉です。これも全部ね温泉っぽいね。で見てください、ここなんかヤギちゃんがいまして、その奥でねこの源泉すごい、あのこっからねあのね源泉が湧いてます。すごいな、これがねあのパイプを伝ってねあっちに、流れてるわけですね。ヤギです、ヤギがいます。はい、エイトの時やってまいりました。すごくない、この海のところ、山、鹿児島の大自然でございます。この田園風景、いやすごい、鹿児島だといいですね、空気うまいですね。あのそこにはね、ヤギちゃんもおりますので、ぜひ皆さん、始めてみてください。めっちゃ可愛いです。ということで、浸かりたいなと思います。すごい、めっちゃ気持ちいい。めっちゃこの40度ぐらいですね。うわ、たまらない。いや、見て、ちょうど一人用。すごい、もう下めっちゃぬるぬるで気持ちいいですね。見てください、この綺麗なお湯、味なんですけども、あ、これね、若干なんかかなきの味と、なんか甘み感じますね。なんか甘いですよ、なんか何この甘み、すごい、見てはい、というわけでですね、これがあの湯口ですね。結構ドバドバですよ。すごいすごいすごい、ドバドバです。こんな感じ、黒色の湯の花と黄色い湯の花が混ざり合ってます。すごいなこりゃ、たまりません。使ってった風景はこちらになります。最高だね。いやいいっすね、この山々を見ながらこの浸かる温泉、最高でございます。いやぜひぜひ皆さんですね、焼き付き温泉付きの方、もう大満足できるの湯だと思います。ということで本日も素晴らしい厳選でした。ご紹介しております、帰ります、帰ります、素晴らしいです。